民主革命党、民主革命党、民主革命党、略称は、1987年に決闘された、メキシコの中道左派、内氏は革新政党である。当初は、FDN、国民民主戦線の名称を名乗っていた、社会主義インターナショナル加盟。メキシコ史上最も有名な大統領である、ラサロ・カルデナスの息子、クアテモク・カルデナスは、 1970年に出版された日記で PRI、制度的革命党の保守的、反革命的転向を厳しく断崖、PRI 内における左翼の不満分子の存在を示唆した。この左翼勢力は、マドリッド大統領が1980年代に自由主義的改革を始めるにあたって大幅に急増した。そして1986年、 クアウテモク・カルデナスは党内に民主潮流 CD 派を結成。1987年10月、PRI 大統領候補指名争いに敗北したことを受けて離党。CD と親政府系左翼諸政党を急合して FDN を結成し大統領選出馬を目指した。翌1988年にはメキシコ社会主義党、PMS、 メキシコ共産党の後継政党など、反政府系左翼諸政党の支援を取り付け、中道左派左翼の統一候補として7月の大統領選に臨んだ。選挙は、実際の得票は、カルデナス候補が勝っていたのではないか、と言われるが、途中で集計用コンピューターが停止し、復旧すると得票が、停止前とは一変していた、など不可解な経過をたどって、与党、 PRI のカルロス・サリナス候補の勝利が宣言されたカルデナスの公式の得票率は約30%。しかし全国で不正選挙に対する抗議が渦巻く中、同年8月の国会選挙で FDN は大躍進を遂げた。1989年5月に FDN は左翼継承党派の選挙連合的な色彩を脱却し、単一政党である民主革命党、 PRD を発足させた PMS も合流。ところが、その後統制は低迷1991年の会員選で大敗北1994年の大統領選挙でも前回を大幅に下回る17%の得票率で惨敗する。その背景には PRI が新たに実施した社会福祉政策や公共事業政策が一部の PRD 支持者を PRI に引き戻した経緯がある。その後統制は再び上昇に転じ、1997年には、下院選挙で5 0議席中125議席を獲得、同時に行われた第一回のメキシコシティ市長選挙。それまで首都メキシコシティの市長は任命制だったで、クーテモクカルデナスが、得票率47%を獲得して、 当選するが、2000年の大統領選挙と下院選では、再び後退した、この選挙で70年続いた、PRI の一党支配体制が崩れ、ウハヤ党パンのビセンテ・フォックスが、大統領に当選する。しかし、同時に行われたメキシコ市長選では、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールが当選し、引き続き PRD 姿勢が継続する。また、ミチョア監修で、ラザロカルデナス、 ラサロカルデナスの孫が州知事となっている。2003年の会員選では大きく議席を伸ばした。また2004年7月の州知事選挙では、サカテカス州でアマリアガルシア候補、旧メキシコ共産党出身が当選、メキシコ史上初の左翼系女性知事となった。メキシコ市長となったロペス・オブラドールの個人的人気は非常に高く、そのため、 中央政府のフォックス大統領とは激しく対立してきた。そして PRD 以外の左派小政党と左派連合を結成して2006年7月の大統領選挙に立候補、騎手も馬も変えなければならないと与党パンが進めてきた新自由主義政策に対する批判で支持を集めた、得票率わずか0.58ポイントの差で敗北したパン。 フェリペ・カルデロン35.89%、サハ連合、ロペス・オブラドール35.31%。しかし、開票に不正があったとして、ロペス・オブラドール陣営は選挙裁判所に提訴した。9月5日、選挙裁判所は投票の有効性を認め、PRD の訴えを却下した。これに不満を持った支持者、数十万人は、首都メキシコシティのソカロ広場に集結。 オブラドールこそが正当な大統領だとして、平行政府、ゴビエのパーラレイロの創設を宣言する事態となった。なお大統領選挙と同時に行われた連邦議会選挙では、得票を大きく伸ばし、下院で500議席中160議席、上院で128議席中36議席を獲得した選挙協力を行った左派小政党を含めた数字である。 2008年3月に党首選挙が行われたが、最終的な結果が確定するまで8ヶ月を要し、党内最大派閥である審査派とオブラドール候補を要する左派連合との対立が表面化した。その結果、翌2009年に行われた下院選挙では、71議席、得票率12.19%の獲得に止まり、前回選挙より後退する結果となった。 2012年の大統領選挙は、前回に引き続き、オブラドール候補が出馬したが、PRI のペニャニエト候補に敗れた。敗れた、オブラドール側は選挙結果について不正が確認された場合、異議申し立てする意向を示している。同時に行われた、メキシコ式市長選挙では、PRD 候補が当選し、公選制となった1997年以来、続いている、 革新姿勢を維持することに成功した。オブラドールは2012年9月に離党し、2014年に新しい左派政党である国家再生運動を立ち上げた。2015年の中間選挙で民主革命党は大敗し、代わって国家再生運動が躍進した。PRD は日本の左翼政党である日本共産党の第22回大会。 第23回大会に代表を派遣している。また共産党からは2004年3月に行われた PRD の党大会に神田米蔵初期局員国際局次長が党代表として参加している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。